29歳、年収450万の鉄工所勤めです。質問です。フォアグラって他の動物園製造できるでしょうか？はい、製造できます。ひろゆきさん、フォアグラ食べたことありますか？美味しい？2週間前ぐらいに、市販のボロネーゼのスパゲッティのソースの中に、フォアグラを混ぜるっていうのをやったんですよ。で、それがめちゃくちゃ僕的に美味しかったんですよ。その鴨の肝臓で、その油でブクブクに太らせた鴨の肝臓なんですけど、で、その、トマトベースの、アラビアタか。アラビアタで、まあ、ちょっと辛めのトマトソースで、野菜系の、トマトのイノシン酸の、旨味と、まあ、ちょっと辛味があるところで、で、そのフォアグラで、その、肉的な味と油と、その、トロッとした深みが加わって、すげえ美味しかったんですよ。で、これ超美味しいよって言って、彼女にこう、フォアグラを出したら、すげえ嫌な顔されたんですよね。うちの彼女、その内臓肉とか、大嫌いで、フォアグラも、どちらかというと、食えと言われたから仕方なく食っている、どちらかというと嫌な作業でしかなくて、僕的にはすごい美味しいものだよというのを伝えたかったんですけど、伝わらなかったっていうのがあります。はい。なので、僕はフォアグラ美味しいと思いますけど、フォアグラ美味しくないと思う人もいっぱいいます。はい。